マイホーム岐阜 GT グランプリどうぞって言ってるやつです。3、2、1。あの、あれ、あれテイク1じゃないやん。いや、テイク1かもしれんよ、ちゃんと一発で決めてんのかな、うん、あのグリグリの車を制御した橋調子はやっぱエリートドライバーなの。ファイフロントファイバーギアチャレたおぉあ、やべ近未来のセッティングじゃないこれ。 GT グランプリです。巻きの練習っすか。確かに動画も巻いとるな、彼。お、あ、愛知大会はこれでいけそうっすね。愛知大会は、うん、愛知大会必死巻きの練習。え、できたことも分かんない。あ、そうなの。いや、絶対巻くよ、これ思った以上に今思った以上に巻くと思う。ブレーキ停止、ブレーキ何今のこれ GT グランプリらしいよ。これストレートが難しい。やべ、代表権持ってるやつで練習の仕方がちょっと違うな、これ。違うね、違うね。TRF よりむずいよ。これ不可能。これやってみるとわかる。マジ不可能だから。これ、あ、逆向いてた。え、あ、あっち合ってっか。ごはん見てからマジ2年目や。いやいや、これこわっ。俺はマイホームを捨てたけど、まだうわ、あの予測不可能な動きをする昆虫の動きだよね、これ。急にこっち来んなってみたいな。案外普通じゃない？フロントが、はい、ハードの、うんうん、ハードかもしれない、うん、リアが、うん、ミディアムミディアムかもしれん、かもしれん。マチャさんのタイヤです。あ、昨日優勝したと。そう、岩手優勝しやがったよね。食ってんのか分かんないね、はい、これ。うん、早っ。食ってないかな。食ってないかな、うん、もうちょっと食うのかな。うん、あ、うん、この食い方やとちょっときついかも。あ、もうちょっといかなかんねんやね。絶対これ結構巻かないからさ。あ、巻かないね、確かにね、うん、もうちょっと欲しいね。なるほどね。俺 TRF やれるじゃん。やれるね。しかもいいじゃん、このフロントが押せる感じがいいね。ねえ、あ、TRF グランプリです。あ、タイヤ後だよな、うん、そう、タイヤ後だよね。タイヤ後だよね。そう、この音がするのが俺は嫌なんだけど、しょうがないよ。そうなんだよ。巻いたりはしない？巻いたりはしない。これが何に決めてるの？うん。やってみる。うん。あのね。うん。温まるとアンダーで。ああ。多分。さっきよりやる気あるよね。うん、そうね。
さっきよりは大丈夫。ああ、ここもなんですね。これがね、多分421なんだと思う。フロント抜けるね。あのフロントがでしょう。そう。これエアーム用じゃない。あ、かもしれない。うん、車速が速いと抜けるんだよ。うん。お、曲がったね、めっちゃ今、うん、あの、なんだ、パーシャル使いながらかな。あー、え、推進力が違う。あ、ほんとだ。で、曲がりは、あ、薄いぐらいか。いや、あ、いいね、うん、これが、意外と懐深いな。いいかもしれない。あのね、GT でやってた時から、うん、ちょっとね、あ、これだったら全然使えるの。予選はこういう組み合わせもありかもね。やっぱ前に出したいじゃん。あ、そこがインナーなんだよね、うんうん、今はよれ逃がすインナーが入ってるんで。あ、でもいいね、さっきよりは全然クリップにつきやすそうじゃん。ほう、程よいアンダー。程よいアンダー来るね。ね、バランスが良さそうだよね。いいよ、めちゃくちゃいいよこれ。うん、これいいと思います。めちゃくちゃ急にハンドル切ってやってもさ、うん、全然大丈夫だよ。これいいんじゃない？これいいよね。はい、テストドライバー、久々にやるとね、あれだよ、思いっきり侵入するよ。ミニッツ病で来たらダメよ。ちょっとね、いいことしてるけど、このレアで走ったこと、でかいですか。最近ちっちゃいの、ちっちゃいのやりすぎじゃないですか。あ、俺より下手じゃない。おいNSX 運転しすぎたんじゃない。やっぱ日産のドライバーにならないと。すごい肩巻きする。あ、肩巻きする、うん、いやね、もう確かに、まあ、タイヤの癖が出とるかもね、それね、うん、あ、うまいね、こなれてきやがったね。もうつまらん。お、やっぱり試験を制するものはラジコンを制するな、これ。試験はニース練習するしかないの。あれ全力で遊べるでね。いや、今のね、入れたらね、鬼だったね。今のね、狙ったっしょ。ね、うん、バランスが変。確かにこれね、タミグラタイヤなんだよね、今ね。ちょっとあの、アクロスリーがね、かけれんすぎて、うん、タイヤの空気バランスが。あ、なるほどね。
うん。おお。うまいね、やっぱり。あ、タイヤの癖取れた。おお。タイムが出ればいいんでしょ、今。ああ今4位だもんね。ダメだね。切り返しがこうなるのはさ、ここエアーマーはこういう感じなんですか。ああもうそういうことだね。これを嫌がってリバウンドとかやるともう曲がらんくなったりするんや。うまっ、今のは奇跡だったよ。あれね、全国一の地形だったけど、多分次やると思うから。ここにもたどり着く。それがグランツーリスモドライバーなんで。もうちょっとやっていい？いいよ。食うよね。あ、食う食う食う。あのね、角がね、めちゃめちゃ生きてきた、うん、こう思うと、鳴らしてった方がいいのかなと思うわな。うん、でもね、やっぱお迎え食らうんだよね。ここにはお迎えがないからさ。あ、現地はね、うん、まあ、吹けないしね、クリーナーでね、うん、全然違うよね。あ、全然、操作がさ、しやすくなった、うん。電池ダメです。電池ないと途端にむずいよね。うん、むずくなっちゃった。届かんくなるで。うん。ああ。ST クラスぐらいの速度になっちゃう。あれいけてるね。いけてる。タイヤの教育大事なんやね。じゃあ怖くてそんなに一気にさかけれんのだっていつも。ここだと教育できるけど、うん、タミヤのカーペットは反抗期が来る。そういう時どうするんだろう。もうタイヤ新しいのに、新しい子供を迎えるしかない。 DV だよ、 DV だよ。ネグレクトすんの、はい、育児放棄。ネグレクトしない。感じたった。全然悪くないと思う、ね、あれだけ入ってきたら意外とこのタイヤ設定でいけるんじゃねえ。いけるんじゃねえと思う、うん、久しぶりに大きいやつ。どうやったんやそりゃ、そりゃそうでしょ。でもゆっくり動くよね、やっぱりね、でかいのね。サーボはさ、やっぱいいね。サーボこれぐらい保持力とかあるというかね。うん、ミニッツはサーボが厄介だよね。ミニッツね、あの、うん、でかい、ちっちゃい12みたいなやつあるじゃん。うん、あのサーボ入れてたらいいよね。あれは、売ってるサーボ詰めるから強いよね。めちゃめちゃ素直。あ、そうなんだ。みなみちゃんも 10.5 だけ積んで走ってる。しんどくない？うん、めっちゃ面白かったよ、わたるくんのやつやってるの。みなみ激沈。南激沈。キョリッキョリ言ってる、キョリッキョリ。あれが聞こえたの。そう。嘘。戻ってきた。あ、狭すぎるんだ。あれ今421は C？
あれ変えれない。あそうかないわその部分ないわ。広いよね。うん広かった。あの、ね、R34 のボディがさ、うん、当たる飛び出る。ああそっかそっか。今のね GT じゃなくてあのスーパー GT だった IF ですね。おなんかこの間ブレーキパッドがなくなった俺の車と同じ音を南ちゃんしてる。え？なんか変。小林さん。はい。ピンポイントなのこれ。よく南ちゃん。ここら辺難しい。ブレーキでドスなんだわこれ。よっ行け。あぶねえ。おい行く。うまいうまいうまい。来週うまいって。お今すげえラップじゃない？うわ。ハイサイドしない位置までスロットル持ってかない。お今のいい曲がりしたね。ね。パイロンの上やったけど。よく浮いて、あ、危ね、浮いた浮いた。あー、やべえ。キルキル言いながらアンカーになるんだけど。これは怖い。すげえ。よいしょ。人操作間違えたら壁がやる。シャーシが浮くもん。インリフトしてる。インリフトだよね。リアだ。これ多分ねスローで撮ったらめっちゃ浮いてるよこれ。ここでまず浮いてる。うわ浮いた。これ08？ R？ 08 R。あ、R でも結構ねじるんだね。ドロンチだから C ぐらいにさまだ。ああ。左手が疲れる。あとキャンバー。かかりすぎるんやね。